アワビの苦い。アワビの苦いは、山梨県、海の国の名産品。高級食材であるアワビ、耳が科の黒アワビ、メガイアワビ、マダカアワビを貝殻を外して、丸のまま、醤油ベースの煮汁で煮浸しにした加工食品である。材料をアワビと同じ耳が科のとこぶしに変えた類似品もあるが、こちらは単に苦いと呼ばれる。古くからの高級名産品であり、現代においても、 県内スーパーマーケット、百貨店などで気軽に売ってはいるものの、値は高く一般家庭の食卓に上がることは、ほぼない。結婚式などの晴れの日において出てくることが多いほか、県内外のお世話になった人への贈答品として、買われることが多い食品である。海の国、山梨県は、海に面しない、内陸地域であるが、駿河湾を有する駿河国、静岡県に近く、 中世後期、近世期には塩、海産物が、駿河、相模国、神奈川県方面から移入されていた。駿河、相模方面の海産物は、塩漬けや醤油漬け、干物など、保存加工を施された上で、主に、寸州王冠、河地路や中道王冠など、藤山山六の気候が冷涼な道筋を伝って、移入された。苦いは、 駿河湾で採れたアワビを加工し、醤油漬けにして、木の樽に入れ、馬の背に乗せて、貝に運んだところ、馬の体温と振動によって醤油がアワビに程よく、染み込んで、甲府、甲府市につく頃にはちょうど、良い味に仕上がったとする伝承がある。文献資料では、江戸時代初期に成立した、紅葉軍艦品第44、5献立の次第に、貝アワビが記述されている。 五献立ての次第は、写本系の巻十六に記される、本前料理の献立てである巻が,が記されず、巻十六は、半本に存在せず、言語的特徴から観光に際して追記されたもので、あると考えられている。献立ての内容から、身分の高い武家の婚礼に関する料理で、年代は十六世紀から十七世紀初頭、市場派の流れを組むものであると考えられている。このため、 五根けの次第は、竹だけとの関係は認められず、貝アワビも貝の苦いと異なりアワビの貝殻に、高森で身を持った料理とされる。アワビの苦いに関する文献資料は、2008年段階で、笛吹市伊沢町の篠原家文書に含まれる文政12年、1829年の、御用その外日記が、書室とされ、形態は不明であるが、自家も、苦いと呼称されている。 また、高貨三年、1846年の甲府学問文書、起点館学等の林、鶴寮の日記には、煮アワび、生アワびの塩漬けが記録され、塩漬けとは区別されていたことが確認される。林鶴寮では、高貨三年六月八日に、初中見舞いとして、二害を送られており、これは、新暦の八月十五日頃に相当する。また、 山梨県立博物館所蔵の大聖文庫に含まれる、甲府中元並聖母衆議農庁4冊内の聖母衆議寺農録によれば、日付不明であるが、天保8年、1837年に中元として、似顔が送られており、下記の贈答品として用いられていたと考えられている。甲府横近獣町、甲府市中央2丁目の甲府章、大木家に伝わる。 大木化資料には、富士信仰に関するものが含まれる。天保十四年、1843年には、富士登山にあたり商人仲間から集まった選別を記、記した、富士大山登山選別、草亀め組には、苦害が記されており、これは苦害を指していると考えられている。古城村、南アルプス市古城村の乱邦位、大久保孝一氏。 1812年から1895年の家には安政四年、1857年から明治二十八年、1895年にかけて、日々の出費名細を記録した、世辞記、身延図書館、池原文庫所像が残されており、江戸後期から明治期にかけての多くの海産物が記録されていることで知られる。世時記に記録される、海類では付き、宮沢、 2011による集計では18品目が記載され、苦いのほか、煮付け、干し貝などが見られる。苦いと記載される貝類には、サザエやバカ貝、アサリ、ハマグリなど、具体的な貝の名が記載されているが、単に苦いと記載されているものもあり、これは江戸後期、明治期において苦いは、アワビの苦いを指すことが自明であったためと考えられている。 静岡県側の記録では、1894年、明治27年の静岡県水産市では、アワビの苦いに関する記載は見られないが、サザイを用いた苦い製造業者が、山梨県に向けて、年間に醤油損150樽を輸送ていたと記されている。静岡県水産市では、静岡県におけるアワビの主要な産地を、伊豆半島南部の当時、 静岡県下田市を中心とする玉としており、玉器は4月から10月で加工されて、甲信地方へ輸送されたという。考古資料では、戦国時代に、武田市や片後、甲府市、武田や勝沼市や跡、甲州市勝沼町で、アワビの貝殻が出土しているが、苦いとして加工され搬入された場合は、貝殻が残らないため、戦国期のアワビの貝殻は、 紅葉軍艦に記される貝アワビに用いたものとも考えられている。江戸後期から明治期には藤川町のカジカザワガシからアワビの貝殻が出土しており、甲府城下町遺跡においても19世紀中央の黒アワビが出土している。また、山梨県の地域食では、ウバガイ、ホッキガイを乾燥させたカラウバガイも存在する。刺身用とステーキ用がある。 刺身用をステーキとして、ステーキ用刺身として食べても問題はないが、製造の違いなどから指定された、調理法で食す方が望ましい。刺身用は煮汁を捨て、身を薄くスライスして食べる。ステーキ用は切り身を入れ鉄板の上で焼く。山梨県内の土産物店や、全国の大手百貨店で販売されているほか、主要製造業者のウェブサイトからも注文ができる。 国産品と輸入品があるが、国産品が出回ることは、ほとんどなく、市場に出回っている、アワビのほとんどは輸入品である。しかし輸入品も一個数千円するのはザラで、さらに近年は、アワビの需要が増加しているため値段が急騰している、影響から、山梨県内では、人工海水を作るなどして、アワビを養殖する業者も現れてきている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。